こんばんは。家、え、政、ー、なるみを演じました長澤まさみです。えっと、そうですね。本当にたくさんの方にこう来ていただけてとても嬉しいです。このチケット15秒で速感したらしくてとても嬉しかったです。あのありがとうございます。今日は楽しんでいってください。ありがとうございました。続きまして。 侵略者に乗っ取られた夫、加瀬真嗣を演じました、松田龍平さんです。はい、えー、真嗣をやりました、えー。今日はもうこんなにたくさんの方に来ていた,いただけで、えー、とても嬉しいです。あの嵐にならなくてよかったなと思って、もうそれだけが心配だったんで、えー、無事来ていただけて本当に嬉しいです。 ありがとうございました続きまして侵略者と同行最前線で取材をすることになるジャーナリスト桜井を演じました長谷川博樹さんです、えー、今日はお越しくださいましてありがとうございます長谷川ですえー、っと本当にもう学生時代からですねあの大好きな黒沢監督の作品にですね、えー、こうやって出させていただきまして まあ、さらに、あのー、カンヌ映画祭のレッドカーペットまで <laughs> 踏ましていただきまして。そして、今日、こうやって、あのー、皆様にお見せする日が迎えられたこと、を本当に嬉しく思ってます。あのー、最後まで楽しんでいってください。どうも。ありがとうございます。続きまして、侵略者に乗っ取られた謎の若者、天野を演じました、高杉真宙さんです。 えー、皆さんこんにちは天の演じました高杉真博ですそうですねあのー、本当に大勢の方がいらっしゃって,てここに自分が立つことができて本当に嬉しく思います短い間ですがよろしくお願いいたしますありがとうございます続きまして侵略者に乗っ取られた女子高校生橘明を演じました常松由里さんですこんにちは常松由里です えー、私は侵略者の一人を演じました、えー、冒頭の最初のシーンで衝撃的なことをしているので皆さんちょっとそこを楽しみにしていてください、えー、今日は短い時間ですがよろしくお願いしますありがとうございます続きまして加瀬成海の妹すみを演じました前田敦子さんですこんばんは前田敦子です えー、こんな素敵な映画に参加させていただけて本当に嬉しいですありがとうございますありがとうございました続きまして引きこもりの青年丸を演じました満島慎之介さんです皆さんごもん満島ですえっと多分世界で一番日焼けした引きこもりなんじゃないですかね <laughs> と思っておりますあの僕は前川さんのこの散歩する侵略者の舞台を 2011年に見てまして、うわ、素晴らしい作品だなと思ってたら、まさか、こういうふうに声がかかって、しかもこんなにも散歩が大好きなアクティブな青年が、引きこもりの役を演じるという最高の機会を与えてもらいました。皆さん、今日は最高に楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、事件を追う刑事、車田を演じました、小島和也さんです。間違えろよ。 そういうために呼ばれてるんだからそうですね改めてやる必要ありますかありますかわ、はい、かりました、うん、続きまして事件を追う刑事車田を演じました小島和也さんです間違いロッチってんだよな大島さん小島だよっていうのやらせろよ分かりましたはいそれでは改めてまいります、うん、続きまして、うん、事件を追う刑事車田を演じました、うん、大島和也さんです小島だよさっとやれよもう3回目だからどうもありがとうございますちょっとあの <laughs> 場違いな感じがちょっとするんですけど、一応黒沢監督の作品、僕、2作品目でね、あのー、9年前ぐらいにも読んでいただいて、僕が一番ハマってるのかなっていう、ちょっとね、あのー、ありますけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、デザイン会社社長、鈴木を演じました、三石健さんです。どうも、三石です、こんばんは、えー。僕は黒沢組に初めて出させていただいて、あのー、ものすごく興奮しました。 えー、ありがとうございました。あの今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。そしてこの作品の原作者、劇団生き埋め主催前川智博さんです。どうもあの原作の前川です。あのこの作品は12年前に新宿の地下の100人ぐらいしか入らない劇場で上演されたんですけども、それがあの12年経ってここまでたくさんのお客さんの前にこう上演されるっていうことにすごく喜んでいます。 今日は楽しんでいってくださいありがとうございますそして一つのジャンルには収まらない新しいエンターテインメント作品を作られました黒澤清監督です <laughs> どうも今日はあ,ありがとうございますあの今なんとなく説明がずっとあったんですけど多分ほとんど何のことがわからないかと思いますので簡単に整理しますとこの中に侵略者という人と侵略されてしまう犠牲者 2種類がいます。で、これがややこしいのは、えー、もう一人ガイドと呼ばれる侵略者の手先になっている人もいるんですね。えー、と誰が侵略者で、誰がガイドで、誰が犠牲者か、えー、それは映画を見ればだんだん分かってくると思います。あと、散歩するという人も何人かいます。えー、そんな映画ですので、えー、楽しみにしていてください。ありがとうございます。 それではここからは一度スチールカメラマンの皆様フラッシュ撮影はお控えくださいよろしくお願いいたしますそれでは私の方から質問をさせていただきますまずは黒澤監督に伺います、はい、今日は日本での初めてのお披露目ということになりましたけれどもカンヌ国際映画祭での観客の皆さんの反応はいかがだったでしょうかはい、とても好意的に受け止められていたように思いますあの本当にエンターテイメント の作品として作ったつもりではあったんですが、まあ、みんなあのいろんな意味をそこから読み取って真剣に、えー、見ていただけたように思いますただ印象のことというのは終わった後、えー、カンヌには僕と長谷川さんと松田さんと三人で行ったんですけども、えー、アクトレスはどこ行ったんだというなんで女優が来てないんだって何人もに言われました、えー、すみません忙しかったんで来れなかったんですと で謝って謝いたんですけども女優が一緒にいなかったことがとても観客にとっても残念だったようですねそして先ほど満島さんもね原作の舞台をご覧になったとお話ありましたけれどもこの原作は2005年初主演何度も再演を重ねる人気舞台ですけれども前川さん原作の立場としてこちら作品映画をご覧になっていかがでしたか はいあのまあ、監督が最初に触れたのは小説版だったと思うんですけどもその後監督あの舞台版も見ていただいて両方見ていただいて多分あのその中でもストーリーは原作通りなんですけども映画映像でしか表現できないっていう部分にすごくこだわって作ってらしたので僕も見てびっくりしましまたそして俳優の皆さんにもお話を伺ってまいりますけれどもまずは長澤さん、はい、撮影で苦労したことなどあれば教えてください。 そうですね、成海というあの人は大半が怒ってるんですよね、まあ、理由があって怒ってるんですけどそれがすごく大変だったなっていう記憶があってやっぱり怒る感情っていうのがこうエネルギーを使う感情すごくこう外に出すエネルギーだった。ま うちに出すエネルギーもありますけど、なんていうんですかね、精神的にも肉体的にもなんか疲れて、はい、不思議な感覚にとらわれた記憶がありますその松田さんの、あその長澤さんのエネルギーを受けるのが松田さんだったと思いますけれども、現場でではいかかがでしたかそうですね、もう長澤さんのエネルギーだけがともし火というか、エネルギーが全然なかったんで。<laughs> もう何ですかねこうはいひたすらあの長澤さんだけを見てあの宇宙人役をやらせてもらったんですけどはいあの本当に怖くて結構さあの撮影の初めの方は本当にずっと長澤さん怒ってるばかりのシーンでそれが何でこんなに怒ってるんだろうっていう気持ちになるぐらい。 それは宇宙人の気持ちとどっかリンクする部分があってあのなんかまあ役でもその真珠なのか宇宙人なのかっていうなんかそういうセリフがあってで僕自身も僕なのか宇宙人なのかっていうかそういう感覚にとらわれるぐらいその不思議な経験でしたねだからあんまりそのどういう芝居をしようかって考えないであの現場に行ったもので結構その。 ななんでああいううにっそのあえてこう宇宙人の役作りをしたという感じではないということですかいやうそうですねあの宇宙人がちょっとよく分からなかったんで,で黒沢さんにも「宇宙人って何ですかね?」って話を一回撮影入る前にさせてもらって <laughs> その時に「いやちょっと僕も分からないですね」って言われて <laughs>、まあ、そりゃそうだよなと思ってなんかそういう意味でも何だろう そのうんどうなるだろうというところでとりあえずやっぱりその概念に縛られてないそのすごい自由な役だなと思ってそれだけを持って現場に入ったなという感じで長谷川さんは現場ではいかがでしたかどんな雰囲気でしたかええー、そうですね大変だったことっていうのがいやたくさんあるんですけれどもちょっと僕が言ってしまうと 結構ネタバレになってしまうのでそこを言わないとしたら何があるかな <laughs> あの僕はサングラスをかけることになったんですねそれであの衣装さんの方々がこうえサングラスを持ってきたんですけれどあ,のあまりハマるものがなくてまあその当日にちょっとそうなったものですからであの僕はたまたま持ってた自前の 買ったばっかりのサングラスをかけてみてくださいって言ったらあのあそれが一番いいですねってなって <laughs> あ3日前かそれぐらいに買ったばっかなのになと思いながらそれでいきましょうってなってそれがもうあの結構なあのアクションシーンとかでも使うことになってですねボロボロになってしまいまして <laughs> えああ買ったばっかなのになって。<laughs> それはお代は請求されたんですか?。いや、しなかったです。あの。え。あの。まあ。二万円ぐらい。見どころ聞いてんじゃない。サングラスが惜しかったっていう話じゃないでしょはい。見どころでしょ見どです。でも、それ普段かけるわけですよね。え?。それ。そうですね。普段、今も。たまにかけてます。ねあ、今もプライベート。でたまにかけてる。もう治ったので。え。え。大丈夫でした。はい。っていうぐらいですかね。はい。そして、高杉さんにお伺いしますけれども。はい。 自分の演技でこんなところを見てほしいっていうことがあればぜひ教えてください。そうですねうーんどこをどう見ていただけたらでも侵略者って言われてピンとくる方がなかなかいないんじゃないかなと思っていてその見た目は普通の人間ですしなので何て言うんですかね 何かどこか違和感を感じていただけたらなとはすごい思いますね、その人として動いてるけど、その侵略者だって言っていて、その侵略者としての違和感を見つけていただけたらなとは思います。はい、そして侵略者を演じたといえば、常松さんも、はい、そうですけれども、ね、冒頭のシーンのこと、先ほどおっしゃってましたけれども、他にどんなところ、見どころありそうですか他はですね私アクションを担当ししてていまして 今回、侵略者が3人いるんですけどアクション担当が私だったのでたたくさん体を動かしして頑張りました、はい、そこをぜひ見ていただきたいです。そして先ほどからの概念という言葉が、ね、皆さんから出ていますけれどもあの本作の斬新さはですね侵略者が人間の大切にしている概念を奪っていくという設定なんですが皆さんにお伺いしたいのが今、もしも。 1一つだけ誰かの概念を奪えるのであればこの中の誰のどんな概念を奪ってみたいかとちょっと難しい質問なんですけれどもじゃあ難しい質問ですけどじゃあ道場さん僕はい <laughs> 僕かえーとですね僕はねもう今一瞬で思い浮かんだんですけど松田隆平さんの落ち着き 落ち着きの概念を奪いたいです、私、本当に落ち着きないんですよ、もう立ってられないんですよね、一番端っこが良かったなとか思いながら、三石さん見てるんですけど、すみません、なんか落ち着きが欲しい、竜兵さんの、だけどすごくナイブで繊細な人なんですけど、なんかこう、あんまり表に出てこないんですよ、何考えてるか分かんない、僕、全部バレるんですよ、嘘つけない。 だからねちょっと落ち着き欲しいし落ち着きを取った劉平さんがどうなるかも見たい<ー>そこの方が気になるということですか松田さんいかがでしすかいや、えー、どうしようかなあの <laughs> いや,いやそういう意味では損なんですよね結構その実は心の中ではもうすごい大忙しな状態になってるそつけ <laughs> 絶対落ち着いてるよいや本当 すご,いすごいことになってる今慌ててるんで慌てて <laughs> 振りがあって慌ててるで <laughs> 絶対慌ててないんですけどそれがこう伝わらないからなかなかそれはそれで大変だよっていうそう,そう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 いうそいい、ね、うそうそうすうそ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 さんちょっと足してそで割りたいです私うそれいい、ね、いいですそう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  ね松田さんがちょっと落ち着いてない興奮してるところとか撮影中とか見た方とかいらっしゃらないですかちょっと焦ってるとか興奮してるとかだってあの夏去年の真夏ちょうどこの時期ぐらいに撮ってたんですけど僕ら僕と龍兵さんのシーンの時36度ぐらいあったんですよ気温がで龍兵さん革ジャン着てるんですよそのシーンすんごい涼しそうな顔してるわけですよ俺もうすっごい汗かいてるのにずーっと椅子座ってこう元気か最近みたいな え熱くないですかって言ってたら熱かったですよね全然分かんなかったんですよね今の俺の俺あですいません本当に下手なんですものまねとかできないんですよ本当になんかあの多分タイプが違いすぎて結構絡みづらいっていうか <laughs> すごい苦手ですねり <laughs> かりましたそれでは次の方にえ質問を向けたいと思いますじゃあ誰へのどんな概念を奪いたいかえー 前田つくさん私はいうん小島さんの名前いやいやいや仕事なくなるわ <laughs> 小島を奪われちゃダメよ俺どうしますかもしえもし小島じゃなくなったらどうするんですか小島さん小島じゃなくなったらもう小島だよはいけないわけでしょはいもう何にもなくなっちゃうよ <laughs> それはちょっと勘弁してほしい 俺それでご飯食べてるんだから失礼しましたそうですよ名前を大声で言うのでちょっと飯食べてるんですから僕、うん、はねそんな大島さんは小島だよ<あ>最初にやれよそれございます小島さんはどんな概念を奪いたいですかじゃあじゃあ僕はあっちゃんのあの,あのギャグ私ギャグないんですけど <laughs> 待ってくださいあの,あのギャグあの私ギャグ持ってないんですけど 私のことは嫌いになっても AKB のことは嫌いにならないねっていうあのギャグ逆じゃないあれ逆じゃないの本気で言ったやつですよあれ本気なんだなんかいろんな芸人が真似してからあれ逆なのかなと思ったらあれ本気なやつなのねはいそれ奪い返しですよ僕が逆にそれでは三井さんにも伺いましょうかねえっ僕ですか何すか 久しぶりにあの三島君だったんですけどすごくあの男っぽくなってて二枚目あのイケメンになったんで高杉君の方がイケメンですよいやいやみんなイケメンですけどまあ,、ね、あ久しぶりそうあのイタリアの血をあげます僕から <laughs> 僕がイタリアの血入るんです、はい、あ,ありがとうございます <laughs> 概念というよりもイケメンさ具合が羨ましいや欲しいと。 いうことでいらっしゃいます。ありがとうございますすいませんさあそれではここでフォトセッションに移りたいと思いますご登壇のゲストの皆様一旦舞台袖にご移動をお願いいたします